その時、俺はもっと早く気づくべきだったんだ。大内の黒目の中心で、薄桃色の物体がうごめいていたの。それは、あのゼリーだ。いや、そんなとこ黒目の中心で。俺は慌てて肩に置かれた大内の手を払おうとした。が、掴めないんだ。まるで、柔らかいゴムを触っているような感覚で、大内の腕がスルリと逃げてしまう。そして、大内の顔がドロドロ溶け、崩れていった。うわ、浅はかだったよ。一週間も学校に来なかった大内が平気なわけないじゃないか。もはや人間とは言い難い大内に両肩をつかまれ、俺は絶対絶命だ。さあ、お前らならどうする？え、戦うしかない、逃げるしかない。戦ってみる？一回ね。そうだよな。逃げたって無駄だ。いつまでも逃げられるわけじゃない。俺は戦うことに決めたさ。もう、こいつは大内じゃない。まして人間じゃない。俺は、大内の顔面めがけて、拳をぶち込んだ。すでに奴の顔は崩れ始めていたからな。まるでケーキを殴ってるみたいだったよ。顔にめり込み、そしてその柔らかい肉塊はびちゃびちゃとあたりに弾けた。だから腕が俺の両肩を掴んでると言っても、根元からちぎってしまえば簡単だった。俺は奴の体を殴り続けた。殴るたびにあいつの体は崩れ、崩れたケーキの残骸の山が出来上がった。残った腕だけが俺の肩を掴んだまま離れなかったけどな。怖。でもな、それもまた無駄だったよ。あいつは不死身なんだ。散らばった肉塊は、意志を持った個別の生き物のようにもぞもぞ動いて集まり始め、残骸を焼けてまた一つになり、大内に戻る。そして、俺の肩にぶら下がった両腕とくっついた。さっきの状態に元通りさ。諦めろ、日野。俺は、あれから白井先生と会った。月曜の朝、あの部屋を見て先生はほとんど驚かなかった。むしろ喜んでいるように見えたよ。いつかこうなる日を予測していたのかもな。ゼリーに閉じ込められた俺を見て、先生はいろいろと質問してきたよ。ファーン。どうかね、その中は。母親の体内にいるみたいだろう。もう出たくないです。この中はとても暖かくて気持ちいい。そうだろう、そうだろう。だがしかし、いつまでもそこにいられては困る。そこでどうだろうか。そこから出ても、その中にいられる感覚を永遠に味わえられたら、問題はあるまい。本当ですか？そんなことできるんですか？ああ、もちろんできるとも。しかも君は不死身になる。どうかね。その代わり、私の仕事を手伝ってもらいたい。いわば取引だよ。悪い話ではないと思うがね。本当ですか？ぜひやらせてください。先生の仕事を手伝わせてください。というわけで、僕は知見体を集めなければならないんだよ。日野、協力してくれるよな。協力すれば、俺もお前みたいな化け物になるってことか。化け物？ひどい言われようだな。僕はニュータイプになっただけさ。ニュータイプって言ってる。これからの人類は僕が基本となる。不死身になるんだよ。ふざけんな。俺は何度やっても無駄だと分かっていつつも、あいつに殴りかかった。俺の拳は顔面を突き抜けて、あいつの後頭部から出てきたよ。誰か生徒とか先生とか取りかかんないのかね、この間に。でもな、奴の体はまたドロドロに溶け始め、突き抜けた俺の腕を伝って、俺の体を包み込んでいったんだ。俺は慌ててそれを引き剥がして投げ捨てたが、そんなことをしてもすぐに這い上がってくる。俺は悟った。もう、俺も取り込まれる。俺は気づくと、自分のベッドで寝ていた。俺は夢を見ていたんだ。その日からというもの。俺はずっと大内の悪夢を見続けているからな。それも日増しにひどくなっていく。そしてついに、こんな夢まで見てしまったんだよ。あ、夢落ちだよ、夢落ち。我ながら笑ってしまうよ。階段で夢落ちなんて最低だよな。まああれから大内の消息はわからないままってことさ。というわけで俺の話は終わりだ。どうだ、坂上。どうだと言われても。これが事実なら大変なことじゃないか。いや、本当ですよね。大内さんのことは警察の人に話したんですか？警察に？とんでもない。そんなことを話したら俺は捕まってしまうじゃないか。それに、なんて話す？科学準備室に忍び込んだら、大内はゼリー状の塊にとっ捕まってしまい、それきり行方不明になってしまいましたっていうのか？で、それを誰が信じるんだ？その時だ。僕は一瞬日野さんがぼやけて見えた。水の波紋のように。日野さんの顔が揺れて見える。立ち上がろうとしたが、体勢を崩してすぐに机に突っ伏した。見ると、みんな僕と同じようになっている。いやー、もっと早く聞くはずだったんだけれどな。
やっといい感じに薬が効いているようじゃないか、なる。もう気づきだとは思うが、あの芋には薬が入れてあったんだよ。お前たちは、俺たちと同化するんだ。俺たちの仲間になれば、それぞれの優秀な才能を最大限に発揮することができる。そうやって全ての人類が同化することで、最終的には誰にも劣ることのない、一つの生命体になれるんだ。すごいだろう。喜んでいいぞ。そして、この研究を成功させた白井先生に感謝しようじゃないか。その時、ぼんやり揺れている日野さんが手のひらを僕らに向けた。手のひらには一つの顔が浮き出していた。その顔は、口をもごもごと動かして僕に話しかけてきた。はじめまして、俺は大内だ。これからみんなと一心同体になるんだ。心よく受け入れるよ。仲良くしよう。よろしくな。僕は返す言葉もなく、それをぼんやりと見ているだけだった。体に力が入らない。なんだか、自分の体が別の生き物で満たされていく感じだ。あのドリンクに入っていたのは薬なんかじゃない。きっと、あのゼリーだ。あのゼリー状の物体を僕たちは飲んでしまったのだ。よく見ると日野先輩の皮膚には、取り込まれた人たちであろう顔がびっしりとうごめいていた。先輩の喉仏、頬や首、額など、おそらく体中に様々な人の顔が浮かんでいるんだろう。でもきっと、日野先輩でいる今は仮の姿、いつ誰にでもなれるのだろう。浮かんでいる顔は、思い思いに何かをぐちゃぐちゃ僕に言っているようだ。全員が一度に喋るのでよく聞き取れない。どこか外国の言葉を聞いているようだ。この学校は行方不明者が多い。そんな話を聞いたけれど、その中の何人かは今ここにいるんだろうな、と感じた。本来ならもっと抵抗するべきなのに、その気も起きないのは、おそらくは僕の飲んでしまったあのゼリー状の物体のせいなのかもしれない。そんなことを考えているうちに、だんだん日野先輩の皮膚は薄桃色の半透明に変化してきた。柔らかそうに、左右に揺れながら。そしてそれは大きな一枚の布のようになり、まるでカーテンが風をはらむように広がったかと思うと、僕たちに覆いかぶさってきた。不安。目の前が、ふっと薄桃色の幕をかけられたように一色に染まる。僕は彼らの仲間になってしまうんだ。どうする？無気力のまま最後を迎えるか、それとも最後の力を振り絞り抵抗してみるか。いや、ちょっと一緒になったパターン見てみたいから一旦このままでにしています。まあ多分ね、ゲームオーバーですぐに戻ってくると思うんですけど。無駄なあがきだ。そもそも今の僕の抵抗なんて試みる気があるのか。これから起きるであろう現実に、ただ任せればいいではないか。そして、それが最も幸せであることに僕はもう気づいている。薄っぺらい一枚の布のようになって、僕たちを覆う日野先輩の体が僕の皮膚に染み込んでいく。日野先輩の声が聞こえる。僕の体の中から。どうだ坂上、気持ちいいだろ、快感だろ。これでお前と一つになった。みんないるぞ、みんないる。そしてやがて俺たち人類は一つになるんだ。人類皆兄弟、人類皆家族だ。あはははなんかあれだね、なんか父ちゃん母ちゃんありがとな的な曲みたいなことを言い始めたね。そうですね、日野先輩。確かにこれが望んだ幸せの形なのかもしれません。僕は混ざり合った日野先輩の体にもたれてそうつぶやいた。終わりかな？人類皆兄弟。でもなんかね、もちろん同化しちゃうのは嫌だけど、そういう、なんか人をダメにするクッション的なやつで、なんかそういうの開発してほしいよな。すんごいもう気持ちいい、もう、ふわふわで、ね、そういうなんかあったら、買いたいよね。同化しちゃうのは嫌だけどね。というわけで、さっきの選択肢に戻ります。はい、というわけで戻ってきたので、この最後の抵抗を試みてみます。もう僕らは、このまま取り込まれて最後を迎えるのか。日野先輩は僕たちに覆いかぶさると、体中から薄桃色の触手を出して6人を取り込もうとしている。もう、僕らは完全に薄い膜に覆われてしまっている。僕は、急にこの化け物に自分が同化されることに抵抗を感じた。無気力な自分の中でも、ささやかな抵抗を感じたんだ。そして、最後の抵抗を試みようと思った。僕は目をつぶり、全身の力と気持ちを集中させた。しかし僕のこの気持ちとは裏腹に、みんなの同化は進んでいるらしい。僕の中に、進藤さんの意識、岩下さんの意識、荒江さんの意識が次々に入ってくる。嫌だ。このまま終わりたくない。その時、ふと体中が軽くなった。まるで、宙に浮く感覚だ。もう同化が終わったのだろうか。僕の意識の中で、みんながいるのがわかる。僕は、そっと目を開けた。すると、何事もなかったように新聞部の机の前に座っていた。僕はみんなと同化したわけではなかったのか。
いや、そんなはずはない。確かに感じる。みんなが僕の中にいるの。手のひらを見る。何もない。あの日の先輩のように、体中に他人の顔を浮かばせて生きる異形のものになったのではないか。見事だ。僕はその声に振り向いた。そこには白垣、白井先生が立っていた。取り込まれて同化した者たちは皆姿を持たない。その中で、一番精神力が強い者だけが生前の姿を保つことができる。今まで多くの人間を取り込んでいったが、最後に残ったのは日野くんだった。でも彼とてまだ、勝者、小物だったということか。しかも君は完全に個体をコントロールしていると見える。これからは、これまで取り込んだもの、これから取り込むもののいいところだけを引き出して、それを扱えるように精進しなさい。もちろん、自分は自分として存在することも可能だ。もちろん、君より優れたものが現れれば、君もまた取り込まれてしまうという危険はつきものだがね。まさに新人類にふさわしいよ。じゃあお前を食ってやるよ。僕が右手を突き出すと同時に、白井は素早く僕の腕に注射器を当てた。バカだな、君は。君たちを作ったのは私なんだよ。私を食おうなんて100年早い。君たちを殺すことなんて簡単にできるというのに、どうして私に逆らおうとする。うげ。今君に注射したのは分裂剤だ。細胞の一つ一つが原子レベルで分解してしまう。もう二度と再生できない。苦しみにのたうち回って、死ね。せっかく最強のものができたのにね。僕の体が崩れていく。なんとか再生しようと念じても、この痛みには耐えられない。細胞が崩れた端から、まるで宙に溶けるように消えていく。僕は、消えるのか。そんな、助けて、白井先生。まったく、いつもここで失敗してしまう。最強の完全体を作れるというのに、その一歩手前で。どうしてみんな私に逆らうのか。道はまだ、遠いな。白井伝次、で、白井伝三郎だね。いいのか？白井伝次郎じゃないか。伝次郎は伝次郎先生だ。はい、というわけでございました。なんかね、でもそんな、ね、痛みを与えるぐらいでね、なんで全部破壊させちゃうんだろうね。もう逆らうのはしょうがないけど、痛みを感じさせれば、なんか逆らわないようにできそうですけどね。というわけで、ね、次ね、ぜひ参考にしていただけたらと思います。白井先生、お願いします。というわけで、まだね、実は、選択肢あるんで、ちょっともう一回、行ってみたいと思います。はい、というわけで戻ってきました。前回ね、大内がもう、やべえ、こいつやべえ大内だってなった時に、戦うしかないを選んだんですけど、まあ、逃げてみましょうと。そうだよな。こんな化け物と戦うなんてどうかしている。俺は、またも逃げたんだ。あの時と同じように。俺は大内の顔に唾を吐きかけ、奴がひるんだ隙に、その手からすり抜けたよ。俺は走った。走り続けた。走るのをやめたら、大内が追いついてきそうで怖かった。俺はかろうじて助かった。あれ以来、大内は行方不明さ。そして俺は、もうあの隠し部屋には近づかないようにしたよ。恥ずかしい話だが、新聞の記事よりも俺の命の方が大事だからな。まあ、全く収穫がなかったわけじゃない。だってそうだろ。こうしてここでお前らに話すネタを仕込めたんだからな。どうだ、坂上。面白かったろ。この話を七話目として書いていいぞ。おい、日野、グダグダじゃねえか。何？だってそうだろ。確かに白井の隠し部屋に忍び込むのはいいアイデアだ。面白かったよ。でもな、そのうちでどう信じろって言うんだ。そうですね。日野さんの話では、大内さんはまだ生きているわけですし、日野さんを逃すとは思えません。それに、白井先生は全てを知っているんでしょう。科学準備室に行かなくても、科学室には授業で行くじゃないですか。それに、白井先生とも会わなければならない。おかしいですよね。おい、ちょっと待てよ。お前ら、俺の話が嘘だっていうのか。残念だけれど、そういうことになるわね。最後の話でしらけさせてくれるなんて、日野くんらしくないわね。さて、帰りましょうか。ちょっと待った。し、何か聞こえないか。足音だ。足音が聞こえる。こんな時間に、まだ学校に残っている奴なんて、俺たち以外にいるのか。あれはきっと大内だ。俺にはわかる。大内が俺を探しに来たんだ。ここに、俺がいることがバレたら困る。坂上、電気を消してくれ。おいおい、お前の話はまだ続いてるのか。足音なんて聞こえねえぜ。いや、聞こえる。ほら、耳を澄ませ。聞こえるだろ。そういえば、何か聞こえるような。そうだろ。俺は嘘はつかない。坂上、電気を消してくれ。どうする？電気を消す、電気を消さない。まあ、一旦消さないでおこうか。確かにみんなの言う通り、日野先輩の話には荒が目立つ。あんな話をして、
みんなに信じろというのが無理な話だ。だから僕は言った。ここは暗くしない方が正解かもしれません。お前らにはあの足音が聞こえないのか。来た、なんか。うわ、来た。え、今誰かがノックした。日野先輩は部屋の隅に縮こまって震えている。まさか、本当なのか。遅くなってすまなかった。集会はまだやっているのかな。大内。大内。では彼が大内光さん？なんだ、振動も来ていたのか。日野ったら誰が来るのか教えてくれなかったからさ。おや、日野もいるのか。なんだ、お前は来ないと思ったよ。え？突然何を思ったのか。日野先輩は大声を上げると、窓から身を投げ出した。え？ここは2階だぞ。幸い大した怪我ではなかったのか。すぐに立ち上がると、右足を引きずりながら闇に消えていった。おい、大丈夫なのか、日野のやつ。よかった、2階でね。さあ、それにしても、相当慌ててたわね。あれ、演技じゃないわよ。みんな突然の出来事に、窓に駆け寄り、その一部始終を黙って見ていた。ただ一人、新しくやってきた大内さんだけが椅子に座り、どっかりと構えている。その姿が、この場にはとても不自然だ。そもそもだって、友達が窓からね、身を投げ出してるのに、そんな、どっしりと構えて座ってらんないよね、普通だったら。日野先輩、七人目は来れなくなったって言ってましたよね。僕は隣にいた新郎さんにそっとささやいた。ああ、日野も変だったが、大内も変だぜ。一体何があった？みんなどうしたんだ？そんな変な顔で僕を見ないでくれよ。確かにこんなに遅れてしまったことは謝る。しかし、とっておきの話を用意したよ。文句があるなら、せめてこの話を聞いてからにしてくれないか。さあみんな、座ってくれ。僕たちはお互いの顔を見合わせた。そして、岩下さんが自分の席に着いた。それを見て、全員がそれぞれの席に座る。ありがとう。それじゃあ話を始めるよ。今日はとても長い夜になりそうだ。僕が話すのはね、ある狂気に取り憑かれた男の話さ。白井先生を知ってるだろ。生物の白井先生だ。彼は実にいい先生でね。生徒思いで、実に親身になって相談に乗ってくれる。そんないい先生を白髪鬼なんて、白髪鬼か、なんて呼んで、誤解している者がいるのは実に残念だよ。そんな先生はね、一人である実験を行っているんだ。そんな先生が隠れて恐ろしい実験をしていると思い込んで、あろうことか、先生の部屋に忍び込もうとした生徒がいたんだよ。その生徒の名は、お前だーって。真実が見えない。これで終わるんだ。ちょっと選択肢もう一個あったんでね、行ってみようと思います。はい、じゃあ電気を消してみますね。僕は言われた通り電気を消した。もう夕方を過ぎて夜の気配が漂っている。電気を消すと真っ暗だ。あたりは闇に包まれた。みんなが息を潜める。足音だ。はっきりと足音が聞こえる。日野先輩は嘘をつかなかった。ということは、本当に大内さんが日野先輩を探しに来たのか。どうしよう。途端に寒気がしてきた。怖くて震えが止まらない。その時、僕の手を握る者がいた。し、大丈夫だ。このまま息を潜めていれば気づかれない。日野先輩だった。先輩の手は震えていない。なんだかんだ言って、肝が座ってるんだな、この人は。この人は、僕は安心して、日野先輩の手を握り直した。足音だ。確実にこの新聞部に近づいてくる。そして、足音が止まった。この新聞部の前で。その足音の主は、じっとそこに立っているようだ。だんだん暗闇に目が慣れてくるが、はっきりと見えるわけではない。入り口のドアの曇りガラスを通して、ぼんやりと人影が映っているようにも見える。どうか、どうかこのまま通り過ぎてくれ。うわ、すごい。ダメだ、入ってくる。頼むから、頼むから通り過ぎて。この叩き方してる人絶対通り過ぎないでしょ。音は鳴り止まない。まるでドアを叩き壊すような勢いだ。でも、僕たちは何もできない。息を潜めて、じっとしているしかない。と、突然音が止んだ。諦めてくれたのだろうか。そして、いきなりドアが勢いよく開かれた。僕たちは恐怖に言葉も出ない。そして、明かりがつく。え？お前ら何やってんだ？とっくに下校時刻は過ぎてるんだぞ。やべ、黒木。何がやべえんだ、振動。お前、また殴られねえとわかんねえみてえだな。お前ら、こんな時間まで何してた？今度の学校新聞の特集である、鳴神学園の七不思議の集会をしていました。学校に届け出は出ているはずですが。ああ、確かに出てはいるが、もうこんな時間だ。さっさと帰れ。申し訳ありませんでした。お前ら7人で全部か。
いえ、ついさっき日野先輩が来たので8人のはずですが。あれ？さっきまで僕の手を握っていた日野先輩がいない。いつの間にいなくなったんだ。なんだ、どこから聞こえた？あっちは急行車しかねえぞ。わかった、俺が様子を見てくる。お前らここで待っていろ。先生、それはないですよ。僕たちもついていきますから。勝手にしろ。勝手にしろなんだ。危ないからね、ついてくんなって言いそうなもんですけど。急行車の前、そこで僕たちは見てはならないものを見てしまった。おい、日野、しっかりしろ。誰か、救急車だ。救急車を呼べ。もしもし、鳴神学園総合附属病院ですか。ええ、大至急。救急車の手配をお願いします。はい、わしは。そんな、どうして日野先輩がここにいるんだ。さっきまで、部室で僕の手を握ってくれていたじゃないか。これが本当なら、あそこで話をしていたのは誰なんだ。どういうこと？日野先輩は助からなかった。即死だったそうだ。死体の状況から見て、どうやら急行車の3階から飛び降りたらしい。ただ死体の状況から見て、もっと高い場所から落ちたはずだと、病院関係者は首をひねっていた。しかしあの場にいた6人は何も言わない。確かに、あの新聞部で日野先輩から話を聞いたはずなのに、なぜか、あの場に日野先輩が来たことは誰も話そうとしなかった。警察の事情聴取で、僕だけが日野先輩の話をして周りに不思議がられてしまった。気が動転して、記憶が混濁していると思われている。ただ、みんなの話を聞いていると、僕の方が間違っていると思い始めてきた。だって現実的に考えてありえない。時間的に考えれば、あの隠し部屋の話をした直後に、日野先輩は急行車から飛び降りたことになる。それは無理だ。ならば、やはり僕が見たのは夢だったのか。実際、白井先生は今も教鞭を取っているし、日野先輩が話していた大内さんも普通に学校に通っている。では、あの話は何だったのか。あの時の岩下さんたちに話を聞いても、あの日のことはよく覚えていないと、はぐらかされるばかりだ。あの日起きたことは何だったのか、それを確かめる手段はもうない。ただ、最後に僕の手を握ってくれた日野先輩のぬくもりだけが思い出とともに残っている。日野先輩の思い出。いや、不思議な話だな。どういうことだ？あれが、偽物だったのか。でも別にね、自分たちのことを守ってくれたような動きだったからね。謎やな。はい。というわけなんですが、この、白髪白髪期ですね。実験室の白髪期に関しては、これで全部のエンディングが終わりましたね。こんなにあったんだね。オリジナルもこんなにあったのかな？なんかこういう感じで、攻略サイトとか見てもさ、選択肢が細かく出てなかったから、過去の作品もね、そこまではやってきてないんですけど、こんなにいろんな話あるんだな。はい。というわけでまた次回ね、違う話やっていこうと思うんで、楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。